自分の親が過干渉ですの対処法。甘露さん31歳女性、母親の過干渉が辛いです。世話になっているのは事実なので、こう思うのもダメなんでしょうか。親の過干渉が辛いですっていう人は多分ほとんどの人がそうなんじゃないかと思いますけどね。皆さんいかがですか。自分の親がいろいろと干渉したり、あれこれ細かいことしたりして辛いですとか、もういい加減にしてくれよとか、そういうふうに思ってる方もいたら書き込んでください。あるいは自分の親は自分の意思を非常に尊重してくれるので、干渉してくることなんか一切ありませんって人がいたら書き込んでほしいと思うんですけど、ということでみんな過干渉なんですよ、基本的に親というものはね。うちの母親とかもそうなんですけど、先週北海道帰省しましたけどもね、すっごい細かいこと言ってくるんですよね。テレビでね、情報番組みたいなのが出てね、うちの親と一緒にね、情報番組の司会者とかのコメンテーターの人とかがみんなネクタイしてるんですよ。私とかネクタイなんかしないので、あなたも社会人なんだからちゃんとネクタイしなさいと。ネクタイしないで人前に出るなんてすごく恥ずかしいことなんで、ちゃんとネクタイしなさいよっていうことを言って、いや、私なんかネクタイしたくないから今みたいに自由業でやってるわけでね、別に結婚総裁の時はネクタイしてるんで、別に普段なんかしなくていいじゃないって言ったら、いや社会人だからネクタイしなさいとかですよね、普段からネクタイしなさいとか言うんですけど、57歳もなってネクタイしなさいとか言われても困るんですけどねっていうふうに思いましたけど、どうでしょう、これは過干渉だろうか過干渉じゃないのか、言いたいんでしょうね、そういうふうにね。心配なんですけどね、子供のことを思って言ってくれてるってことで、まあ、ありがたいなって思えばいいんじゃないかなと思いますけどもね。なんで57歳になってネクタイしなさいって言われなきゃいけないのかというふうに思いますけどもね。サラリーマンや公務員であればネクタイ必要ですけども、それがネクタイするの嫌だから今こうやって事業業をやってるわけですから、ネクタイなんかしたら死にますよ、はっきり言って。首くるしいし息できないしね。ということで、ネクタイしたくない人は起業してフリーランスになったり自由業になりますね。いいんじゃないかなと思います。対処法は親というものはそういうもんなんで、ああまた言ってんなーっていう風にスルーすると、あ私のこと心配してくれて言ってんだ、ありがたいありがたいありがとうありがとうって言ってスルーするという形ですね。あなたの家の親だけじゃなく、どこの家の親もそういう状態なので、別にあなたが親ガチャを引いたわけじゃなく、どこの家も同じような状態なので、全く心配する必要も卑下する必要も落ち込む必要もないと思います。